ミントラスベガスは、ネバダ州ラスベガスのダウンタウンにあったホテル及びカジノ。1五十七年に開業し、1六十五年に二十六階建てのホテルタワーが増築された。1八十八年、売却され、ビニオンズホース州の一部となっている。1 9六十年代から1 9八十年代中期にかけて、ミントは大規模なオフロードレースのミント四百の スポンサーであった。1971年のある週末、ハンター・エス・トンプソンとオスカー・ゼター・コスタがミントに泊まったことから、トンプソンの普及の名作、ラスベガスをやっつけろが執筆されてこのホテルは有名になった。ラスベガスストリップでサハラホテルカジノ及びアラジンホテルカジノを所有していたミルトン・プレルはミントの当初の所有者の一人であった。 プレルと共同経営者は、ラスベガスの新たなホテルの名前の広報コンピューターを使用して考えていた。プレルの自宅で夜遅くまで作業をしている最中、妻のデビーが入室して、ミントという名を提案した。1961年頃、不動産開発業者のデルウェブが、プレルの他の辞書を買収し、ミントの所有者にもなった。 1962年11月23日から12月28日、パッチクラインがトム・ポールグレーザー・ブラザーズと共にミントのメリーミント劇場で公演し、その3ヶ月後に飛行機事故で亡くなった。クラインはこの公演の最中、乾燥した砂漠の暑さからベガススロートと呼ばれる喉の疾患を患った。このためいくつかの公演は口パクで行った。 1962年10月、ウィルバーン・ブラザーズは、ロレッタリンと共に2日間の公演を行った。作家のラリー・ジョーダンの著書、ジム・リーブズ、ヒーズ・アントールド・ストーリーによると、1960年代、リーブズもミントで公演した。1964年、富ミ・山が公演を行ったが、英語の契約書が読めず1日3回から4回公演を、週7日つまり、 無給で契約してしまい、さらに6週間単位の契約が12回更新された。1978年2月から1981年5月、ラウンジの上階で、エルビス・プレスリーのモノマネをするジョニー・エルビス・フォスターの公演、For the Love of Elvis が上演されていた。デルによると、フォスターの公演はダウンタウンで最高にヒットした公演であった。 1970年頃10年以上、マン・オブ・メニー・サウンドと呼ばれるキーボード奏者のピーター・アー・キディがミント最上階のスカイリウムで演奏を行っていた。1987年の U2 のアイ・スティル・ハブント・ファウンド・フォアとアイ・アイム・ルッキング・ For のミュージックビデオがフレモント・ストリートで撮影され、最後の方にミントが何度か映っている。1971年の映画、 007ダイヤモンドは永遠に1998年の映画ラスベガスをやっつけろにも登場する。ありがとうございます。